ムサ・レンベレは、フランス・バルドワーズ・ケン・ポントワーズ出身のサッカー選手。オリンピック・リオン所属。ポジションは FW。2002年に US セルジー・クロのユースチームでキャリアをスタート。2004年にパリ・サンジェルマン FC のユースチームへ移籍。2012年8月、イングランドのフラム FC に移籍。2013年にトップチームへ昇格し。 2013年11月30日のウエストハムユナイテッド FC 戦でキーラン・リチャードソンとの交代途中出場でプロデビューを果たした。2013から14シーズンを19位で終えたためチャンピオンシップへ降格したがデンベレ自身は徐々に出場機会を増やし2014年10月28日フットボールリーグカップのダービーカウンティ FC 戦で プロ初得点を含む2得点を記録。2015から16シーズンには43試合に出場し15得点を記録した。2016年6月28日、スコティッシュプレミアシップのセルティック FC と4年契約を結んだ。9月10日に行われたレンジャーズ FC とのオールドファームで移籍後初得点を挙げると、9月28日の UEFA チャンピオンズリーグマンチェスターシティ戦では2得点を上げる活躍を見せた。2018年8月31日、リーグアンのオリンピックリオンに5年契約で移籍、移籍金は2200万ユーロ。2019から20シーズン、UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝のマンチェスターシティ戦では2ゴールを決め、チームを準決勝まで導いた。 2021年1月13日、アトレティコマドリードへのローン遺跡が発表された。3月23日、クラブでトレーニング中に失神し、ピッチに倒れたが、その後の検査で低血圧によって、意識を失ったことが分かり、幸い大事には至らなかった。この2020から21シーズンは、リーグ戦わずか5試合の出場、無得点に終わり、契約満了で、リオンに復帰した。 フランス代表として各年代でプレーし2015年 UEFAU-19 欧州選手権に出場し2得点を記録した。ありがとうございます。